久米重を十12月1日から1954年9月29日は日本の内務官僚声友会系感染県知事鹿児島市長鹿児島県薩摩郡山崎村六王久保で山崎村長を務めた久米学ク、締め夫妻の長男として生まれる鹿児島県立川内中学校第七高等学校増士官を経て1910年7月 東京帝国大学法科大学を卒業。同年11月、文官高等試験行政科試験に合格。内務省に入省し、千葉県属となる。その後、千葉県司法、神奈川県愛好軍長、道県理事官、知事官房主事、道県商工課長、秋田県理事官、教育平時課長、岩手県警察部長、神奈川県警察部長、山形県内務部長、 岩手県職機関内務部長、広島県職機関内務部長などを歴任。1928年6月、大分県知事に就任。1929年7月、浜口内閣の成立により知事を休職。1931年12月、愛媛県知事に就任。1932年6月、奈良県知事に転任。不況対策に尽力。 1934年2月1日、遺願面本館となり、知事を辞職し退官した。その後、満州国に転じ、法天省総務庁長,長、満州国国務院総理、提交所の下で文教部総務市長などを務めた。1940年7月から1944年7月まで、鹿児島市長を務めた。戦後、公職追放となり、晩年は、故郷の成果で暮らした。 ありがとうございます。